Hello, this is、uh, Hiroshihaya Shi, h a m a m a s y Japan.Who is Jesus Christ? イエス・キリストとは一体誰なのか ?In Japanese, イエス・キリストの最大の謎はですね、30歳以前の記録が全くないということです。なあち、30歳までにですね、 彼が何かいわゆる神がかりといいますかそういったまあなんて言いますか仕事をしたという形跡が全くありませんえ彼は一体どこから来たのかそれについてですねここに書いてある2人の学者がですねキリスト教の謎に迫っています この論文は私に大きな、なんて言いますか、死者を与えると同時に影響を与えました。そして、イエス・キリストの正体が何であるか、それについて考える大きなきっかけになったことは事実です。ここに極めて重大な事実が書かれています。 それをこれから皆さんに説明いたします。もともと、ミトラ教というのがあったんですね。それアスター教の中にあって、ミトラ教というのがあったんです。ミトラは、もともとは第2位の、まあ、セカンドクラスの神であったんですけども、やがて、頭角を表し、ミトラ教となっていくわけです。で、ミトラは、 12月25月日に生まれていると。羊飼いが見守る中海馬桶の中に置かれたと彼はトラベラーもしくはマスターと呼ばれたと12人の弟子を持っていた彼はいろいろな奇跡をしてみせた彼は偉大な太陽の王子として世界平和のために自らを捧げた 太陽のシンボルマークのついた乗り物によって天国と地上を行き来していた。ミトラは道であり真実であり光であると説いていた。そして自らをメシアと位置づけていたわけですね。ミトラは全知全能であり、またライオンと子羊の両方ということは優しさと厳しさを持っていたということなんです。で、日曜日が守備であり、その晩餐を大切にしたと。 これを読んで皆さんお分かりのことと思いますけども何も私はキリスト教の説明をしているのではありませんミトラが洗礼を重要視したという部分もそうなんですねでもう少し詳しく調べたのがこの表なのです3人の先生実0の予言により羊飼いが予言する中ミトラは生まれそしてミトラの誕生日を祝っています 生ま,で生まれ、12月25日に生まれています。そして死者を蘇らせる、病気を治す、盲目者を治す、歩きやらないものを歩きうにする。キリスト教と全く同じですね。十二星座、十二神、十二神と。それからミトラの勝利日が、キリスト教では復活,復活祭の復活日になりました。ミトラは天井に登る前、オリンポスで祝命をあげた。まあ、キリストは処刑前夜に、前日にですね、最後の晩餐をすると。洞窟や地下、地下。 キリスト教もカンタコンペで、まあ、最初は儀式をしていました。バプティズムも、バプティマイズですね。それも元々、もともとはミトラ教のものでした。ミトラは光であり、道であり、私は復活する。これもキリスト教と同じですね。実は全く同じなんです。わかりやすく言いますと、キリスト教はミトラ教をコピーして、全くコピーして生まれたということになります。 差異を読み比べていただければわかります。が、ここで謎が生まれるんですよね。核もコピーできるものかということなんです、まあ。キリスト教の方ではね、あの、全能の父、エルシャダイというだけで、そのキリストのいわゆる神の名前は分かりません。なぜこんなにもかん、まあ、コピーできたかというところが、 キリスト教の最大の謎なんですね。と同時に、それが謎を解く大きな鍵となりました。が、どちらが先かといえば、当然、ミトラ教のが先だというわけです。キリスト教が生まれる数世紀も前から、ペルシャ一帯に、ミトラ教は勢力を張っていました。特に、紀元前100年頃には、もうほぼ全域を支配していたんですね。 そして、キリスト教の方といえば、一世紀初めま初め頃から二世紀になるまで、ほとんど記録らしいものがなくて、二世紀になってから初めていろいろな、経、えー、教典が書かれるようになったということなんです。それについてですね、ミトラ教と神知学のウェブサイトは次のように述べています。ミトラ教は紀元一世紀からキ、キリスト教はまだ100年前からですね、 4世紀、ちょうどローマの、キリスト教がローマ国教になるまで、全世紀を誇っていたわけであります。が、ローマ国教になってからですね、キリスト教が、今度は逆にキリスト教が徹底的に弾圧されます。イエス・キリスト教でいうメシアというのはミトラ神ミトラそのものを言ったわけですね。音の、音が変わったわけです。音が変わっただけなんですね。つまり、キリスト教は、 ミトラ教をコピーして生まれながらあまりにもよく似てるものですから逆に悪魔がキリスト教を模倣して作った宗教がミトラ教だと言い出すほどにもなったとそのようにこのウェブサイトは説明していますではこの図を見てください皆さんはこの赤子誰だと思いますか3人の聖者がですね賢者が赤子を見守っています 足元には贈り物が捧げられています。その12月25日のクリスマスについてですね、キリストの誕生日でないということはもう常識ですね。もともとは12月25日はミトラの当時の祭日、当時祭を言ったわけであります。またその日をもってミトラ教ではミトラの誕生日として祝ったわけであります。最も 日が短くなる当時がですね一年の始まりだったというわけです。でキリ,ストにキリストについてですねウィキペディアは次のように説明していますが結局全体をまとめて言うと30歳までのキリストは全く闇に包まれそしてまあ謎と言いますか何もしなかったということですねはっきり言えばところが30歳になって荒野で修行に行き帰ってくると 突然イエ,スはイエスはですね、イエス・キリストとなるわけです。ですから、これはあるキリスト教団体のウェブサイトですけども、そのように書いてあります。なぜイエス・キリストはイエス・キリストになったのか。まあ、ここにキリスト教側のですね、説明が書いてあります。 経験なクリスチャンの方が作っておられるウェブサイトなんですね。まあ、これはキリスト教全体にっていうかキリスト教信者が常識としているまあ話ストーリーなんですね。しかし30歳。 までのイエス・キリストは全く謎に包まれるわけです。イエス・キリストの歴史をもう一度見ていますが、実はこの絵はイエス・キリストをた,たえた絵ではありません。ミトラをた,たえたミトラ教の信者ののに残っている絵なんですよ。皆さん。キリストではありません。ミトラなんです。では、もう一回検証してみますと、 この話、よく見てください。証言者はマリアのみ、証拠能力なし。イエスという名前はですね、調べましたところ、ベツレヘム周辺では極めてありふれた名前であることが分かりました。で、これは事実だろうと思うんですね。ローマ皇帝がですね、ユダヤ人が増えることを嫌ってですね、そして時々殺害したことは事実です。で、この部分もですね、証言者はマリアのみ、 証拠能力は、まあ、法的に言えば何もないわけです。ミトラのコピーですからね。ミトラ教のコピーであるとするならばさらに証拠能力はないわけですね。そしてこのクリスマス、まあ、12月25日は、キリスト教側も別にキリスト教のイエスキリストの誕生日でないと最近になって否定し、否てし始めています。3人の 賢者が来た、博士が来たというのも証拠能力なし、マリアの証言のみなんですね。法律的に言えば、例えば裁判所で言えば証拠能力なしと判断されても仕方ないですね。この部分についても証言者はマリアのみなんです。学者たちと12歳の時に問答をした。 これについても別にイエスという名前は極めてありふれた名前であることも考え合わせるならば証拠能力なしと見ます。いかがですか皆さん。つまり、証言者はマリアのみ。ヨセフは荒野での悪魔との対決からイエスが戻る直前に1週間ほどでしたかね。亡くなっています。では、イエス・キリストとは誰なんでしょうかどこから来たのでしょうか それには、こんな重大なヒントが残されていました。ウィキペデダーの中に加わります。下の方を見てください。ミトラ、ヘリオス。ミトラがフリーギャーブをかぶり、頭には光線がある。右側の人物は、ミトライコールヘリオスだって言うんです。この部分はまあ間違ってるかと思いますけど、もう一度検証しています。これがミトラなんですね。そしてこれがアポロンなんです。 これは何度も精査しましたように、ミトラとアポロンは同じ顔です。3D フォートグラフテクノロジーで作られてますから同じなんですね。そこでギリシャの十二神をずっと調べています。もう一人ね、ミトラに一番よく似てるのは誰かっていうことなんですけども、結局はアポロンに行き着くわけです。アポロンの姉がこのアルテミスなんですね。ディアナ像、ディアナとも言われています。日本へやってきましたね、去年。 で、このミトラとアポロンを比べてみてください。ここでは簡単に比べ、まあ、精査しますけども、同じ人物だということがお分かりになると思います。すなわち、ヘリオスはですね、それまで太陽の神として君臨していたのですけども、ゼウスがですね、愛人との、この愛人との間に生まれたアポロンを、まあ、大切にしたと言いますか、その太陽の神に代わって、その位に置いたわけです。ヘリオスは、 ギリシャ神話の神々の世界から追われ、われます。そしてミトラが今度は太陽の神となるわけです。そこで神々の世界から追い出されたヘリオスは、キリストとなって、いわゆるイエスキリストとなるわけですね。その検証ですけども、もう一度見てください。ヘリオスがイエスキリストとなった。 そして、ミトラ教と対立することになった。ミトラ教の神はゼウスですよね。ギリシャ神話の世界においては。名前は変わりますけどね。そして、ヘリオスはモーゼを前面に立てますが、もともとこの二人は同一人物なんですね。左がゼウス像。 右がミケランジェルの彫ったモーゼ像です。この二人,二人の神は、たもとを分かすことになったわけです。すなわち、ザラスストラ。これは私の仮説ですけども、ザラスストラ、ゼウス、そしてモーゼ、名前が似てますね。そしてその上にアフラマザーが君臨していたということになります。 ここまでの結論は、イエス・キリストは、神々の世界を追われた太陽神の地位を奪われたヘリオス自身であったということなんですね。ヘリオスはアポロンに自分の地位を奪われ、アポロンはミトラですからね。そしてミトラ教が栄えるのを、まあ、抵抗して、キリスト教を立ち上げたというわけです。 もともと自分が作った宗教ですから、ヘリオスに言わせればですね、もともと自分が作り上げてきた宗教ですから、すべてを持ち出して何が悪いっていうことになったんだろうということになろうと思います。こうしたドラマは人間世界でもよくありますね。で、最後に一言。まあ、キリストはヘリオスだった。 それはいいんですけども、では、母役の、母親役のマリアはどこから来たかということですね。その謎を解く鍵は、実はこのレオナード・ダ・ヴィンチの書いた受胎告知の中に隠されていました。それについてはもう少し精査し、自分で確認してから皆さんにお伝えしたいと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri Japan. The history of gods. When God separated humans, or separated humans from gods. This is a story about it in Japanese. Coming 人間がと言いますか,人間がと言いますか神を2つに分けるまで私たちには1人の、まあ、神がいたわけですね Once I lived a God、まあ。かつて神がいたと。その神にはナンバー2の神がいたんですね。ところがそのナンバー2の神がですね掟を破るわけです。 そして今,今でいう遺伝子操作によってですね人間に知恵を与えてしまうんですねつまり火の与え方それはまあ象徴的な出来事であったわけですで神は当然起こったわけですねそしてナ,ナバ2をですね神の,から神の国から通用したわけです天国から通用したそして罰を与えたんですね鎖でつなぎ そして痛めつけたわけです。が一方で人間は火の使い方を覚えたのです。覚えました。で一方の人々はその神をモーゼと呼んだわけです。もう一方の人々はその神をゼウスと呼びました。まあ、ギリシャ神話の中の神ということになります。でモーゼと呼ぶ人たちはまあ神を支持したわけです。神のしたことは正しいんだってわけですね。 そしてナンバー2、天国から追い出されたナンバー2をルシファーと呼んだわけです。ゼウスヨ・ヨフィソたちはですね、その時に神と対立しました。その時神に対する考え方が2つに分かれたわけです。一方は、まあなんて言いますか、人間の方が悪である。一方は、人間を日を与えてくれた。まあ、 ンー2を叩いたわけですしかしモーゼとゼウスは同一人物です右がミケランジョロの掘った16世紀に掘ったゼウ,ゼウスモーゼですね左がギリシャ彫刻の時代のゼウスですご覧になった通りですでルシアはですねその後サタンと位置づけられます悪魔中の悪魔ですね一方、まあ、名前をプロメテウスって言うんですけども 自由の象徴となったわけでありますそのナンバー2には妻がいましたね、えー。セイレン、サイレンという言葉にもつながるわけですけど、セイレンという妻、そしてケラブもいるわけですねで。ケラブはどういうわけだか、プロメテウスの妻でありながらも、キリスト教側では称えられています。地天使と呼ばれていますね。で、セイレンとケラブはドイツ人物だということは、 今の図を見ていただければわかります。そしてキリスト教はモーゼの流れを伝えたわけです。ミトラ教はそれに対してゼウスと対立したわけですね。こうしてキリスト教とミトラ教は対立関係に入ります。まあキリスト教はまあはっきり言えばミトラ教を100%コピーして生まれた宗教ということになります。 ミトラル教の方が当然先にもう紀元前1世紀に100年頃にはもう栄えていましたからねそしてミトラル教をキリスト教は徹底的に弾圧します特にローマの故郷となってからは激しさを増しますそういう流れの中でキリスト教側にダヴィンチが生まれるわけですでそれを対そのダヴィンチと対抗する形でミケランジェロが生まれます 両者は激しししく対立しましたその対立の模様はですねキャペラ・システィーナの天井画を見れば分かるわけですそれについては精査いたしましたがその今日はですねこうした対立が音楽の世界にも伝わったということを皆さんにお伝えいたしますバッハですねカトリック教会側ですモーツァルトそしてベートーベンこの両者は フリーメイソンのメンバーとしてですね、まあ、ベートーベンメンバーであったかどうかは確かでありませんけれどもカトリックと対立するわけですその様子をマテキモーツァルトはマテキに表現しベートーベンは大工に表現しますそしてその対立が、まあ、頂点に達したというかローマンカトリックによる支配がですねまあ厳しさを増し息苦しい世界が続いたわけですね 1789年にフランス革命が起こります。それはまさに自由を求めた戦いでもあったわけですね。が一人忘れていけないのがガブリエル・フォーフォレです。まあ今日はフォーレを特に捉えてみます。日本ではほとんど知られていません。まあ彼はですね、プロメテウスという歌劇。 まあ、非過激と言われております。悲劇の過激です。パンドーラもこのーに出てきます。すなわち彼はカトリックの教会で、まああのー、オルガニストなどしておりましたけども、アンチクリス・クライストですね。プロメテウスを悲劇の主人,主人公としたのが、まあ、その理由というか証拠ですね。フォーレムの,フォーレ,ムのレクエムはまあ 最高に素晴らしいですね。がシチリアーナの方が、まあ、編曲して作り直したんでしょうけどもよく知られています。私の大好きな曲です。マテキ大学についての解説は次にいたします。どうか次の、えー、フィッティッシュ、ビデオを、動画をご覧ください。フォーレのプロメテウス あのフォーレと言いますとね、カトリック側に誤解されやすいですけども、今言いましたように、プロメテウスを悲劇の過激、悲劇、悲過激ですね、を作ったことで、彼の立場が理解できると思います。Thank you very much for watching. And see you again next time. Bye. This is Hiroshihayashi, Hamamaceri, Japan. Today's story is about the mystery of Beethoven and Mozart, Freemason and Mittleraism, or Mittleraism and Freemason. In Japanese, みなさん、こんにちは。今日はこの2日間の総集編として、ベートーベンとミトラー教の、あごめんなさい、モーツァルトの謎について迫ります。 フリーメイソンとミトラ教徒の関係についても話させてください。でまず最初にベートーベンの謎をこの解説の後は聞いていただき、聞見ていただきます。その後、モーツァルトの謎へと迫っていくんですけども、モーツァルトでは「魔キというオペラを取り上げました。でこの魔敵というオペラは内容がやや入り組んでまして、名前も同じような名前が付いてまして、まあ、私も、まあ さらっと読うのだけでは理解できないんですよね。でも簡単にあのある数だけ話しますとですね、王子タミーノというのがいるんです。で、王子タミーノがですね世の女王にまあ指導されてまあ、いるわけですけど、助けられたりしてまあいるわけですけれども、その。 あの世の女王がですね、ある日その民のにこういうわけですね、私の娘がでね、あのザラストロという悪魔にね、さらわれてしまったと、どうか助けてきてほしいというわけですね。そこで王子民のがよし助けに行くということで、えー、ザラストロの住む、まあ、悪魔、ザラストロの住む城へとまあ向かうわけであります。そしてあのその城へ入ると、入ってザラストロに会うわけですね。でそこで美しい、えー、女王女に会うわけです。それでですね、そこでその、 ザラストロと話をし、しばらくザラストロの城で生活とかしたんでしょうね。その間に、まあ、あの実はそうでは悪魔、あザラストロは悪魔ではなくて善人であることを知るわけです。いわゆる善身ですよね。それで、むしろあー夜の女王の,その,ああの,言ったの方がむしろ悪魔、魔女であることを、まあ、魔女というか悪人であることを知るわけです。で、まあ、そこで、何、あのー、て言いますか。 民のは、まあ、その美しい王女と、まあ、出会い、まあ、ラブラブの関係になるんでしょうね。で、それを見て、先ほどの夜の女王がですねあの復讐に、復讐に出るわけです。そして、の願いったってますか、あの男と一緒にそのザ,ラザ,ラザラストロのを、まあ、攻撃に仕掛,ける攻撃仕掛けるわけですね。 でところが、ザラストラは私の城のにはその復讐という言葉はないんだと。それ,はそれでまあ光によって、光を照らすことによって相手を撃退するというまあストーリーなんですね。で、このストーリーそのものがフリーメイソンの精神を歌ったものだというふうに言われております。で、まあ、じゃあフリーメイソンとは何かと,となってきますと、そこに浮かび上がってくるのはギリシャ神話であり、ミトラ教ということになるわけですね。まあ、要するにじゃあ、あの、 これはそのある意味でミトラ教の歴史そのものなんですよね。ミトラ教が先にあった。で、後からキリスト教がですね、生まれて、すべてをコピーして、そして自分たちのものにしてしまった。そして、それ、アロゴとかそれ以後ですね、えー、ローマの,その国境となると同時に力を得て、そして今度は逆にミトラ教を徹底的に弾圧するわけですよね。粉々に弾圧するわけです。で、それはそのキリスト教から見れば、 いわゆる、まあ、なて言いますか、ミトラ教は、ゾラスタ教は悪魔であるというふうに位置づけたわけですね。さあ、そこで皆さん、ここに出てくるザラストロというのは誰かということなんです。ザラストロ、ザラストロ。当然、ザラス・シトラのことを言うわけですね。ザラス・シトラというのは、えー、あのゾラスタ教の教祖、階祖なんですよね。じゃあ、夜の女王は誰かということになってくるわけですね。 言いがかりをつけて自分たちは悪魔だ悪魔だと呼んでその攻撃したのは誰かというと実はキリスト教でありその中のまあそのもちろんその中の中心的なあの女性の方なんですよねですからこれがあのまあ多分ですよあの当時のキリスト教との激励に触れたんだろうと思うんですね一説によるとモーツァルトはフリーメイソンの側によって教義をその暴露したから殺されたというのが 話ですけども、どうもその事実はないようだと。それはあのウィキペアの方とかあちこち調べていましたけども、やはりそれが最大公約的な意見なんですよね。えじゃあ、モルツァルトは誰に殺されたか。まあ、その当時の,あの,よあの、まあ、様子からするとですね、もちろんフリーメイソンはあの大きな力を持っていましたけども、まあ、まあ、そういうことですよね。それ以上のことはちょっとこう非常にデリケートで、えー、しあのシリアスな問題ですから、ここでは、あの、 また今度もう少し証拠が集まったら話しますけども、そういう話で魔、まあ、的というのは進むわけです。で、ここで出てくるザラストロというのはザラシスストラ、ザラシストラ、同じですね。ところがこのザラストロのことをザラスストラと書いているというか、それを論じているのはありませんね。というから、あのー、です。 で例えば、もう一つ面白いことを話しますと、最初の第一幕の説明で、ウィキペーダーでこう書いてるんですね。日本のカリ,キヌカリギ絹ですね。王北王子、タミーノがって出だして始まってるわけです。日本のと書いたところが気になるところですね。で、私調べてみましたら、これは訳の間違いであるとか、あのいわゆるその東洋的なエキゾチックな雰囲気を出すのは目的であって、日本を意識したわけじゃないんだとか、とということで、まあ、否定的な意見がずらずらざっと並ぶんですね。皆さんもあの モーツァルトの魔カリキヌであの検索してみられると、カリキヌに対して、日本人自身がどう考えているかということが分かりますね。つまり、ありえないというわけです。そのモーツァルトの魔キの中にね、日本人が出てくる、日本の衣装を着た人間が出てくることはありえないと。それはだから、誤訳であるとか、間違いであるとか、あのただ東洋的なそのオリエンタルな雰囲気を出すために、そういうふうに、まあ、逆語をけ添えた書き添えただけだとかということを言うんですけども、日本のカリキヌと書いてあったら、日本のカリキヌじゃないんでしょうか。 どうして日本人自身がそれを否定するかということなんですね。で、このことはですね、例えばフェニックスライトを何千人もの人が見てるわけですね、アリゾナの。ところが、それ、あれはあの UFO じゃないんだ。 でこのまあ、つい最近もですね、今年に入ってから、2014年に入ってからですね、あドイツのブレメンでですね、UFO が午後6時から9時の間、ブレメンの空港の上をあの漂い、そしてブレメンの市内へとゆっくりと移動するわけですね。それを何千人もの人、あるいはもっと大きな人、多くの人が見てるわけです。写真にも収められました。しかし、そういうものを見ても、なざないんだ、UFO じゃないんだという心とどこか似てると思いませんか自分に都合の悪いもの、死にたくないという気持ちは分かります。自分の上 ひっくり返すことは大恐ろしいことだったことだ分かっていますし,かし、か、まあ、な何て言いますか、ああでもない、こうでもないって言って、こじつけてはそれを否定していく。あのまあ、ブレーメンの光についても、いだざらであるということで、まあ、警察は捜査しているんですけども当日の、当日の夜、警察のヘリコプターまで出動して追っかけてるんですよね。だったらく、相手はヘリコプターのはずがないわけです。たこ屋とか何かにヘリコプターで,で吊り下げられた光でもないわけですよね。 にもそれでも感じ信じない。それから、アリゾナのフェニックスもいまだに否定している人が多いのには驚か,れ驚かされますね。じゃあ、あモーツァートの魔的に戻りますけども、日本の仮キヌいわゆるまああの神社なんだかできる正式に衣装のようなもんですね。あれをあのそうではないんだと。あれはただそう,いう,ふうに言っただけだというふうにまあ否定していく。そして、ここに出てくるザラストラのことをザラス,ストラとは関係ないんだということを言う。 おかかしいいと思いませんかでさらにこのあと、すぐ弁当、ベートーベンの話が出てきますが、ベートーベンの大福というのは、ですね少なくともキリストという神をたたえた歌でも、旧約聖書の中に出てくる神をたたえた歌でもないわけですよね。あの大福というのは、あくまでもギリシャ神話、すなわちもっと言うと、ギリシャ神話は何かというと、いわゆるミトラ教、さらにはその向こうにあるゾラ,ゾラスター教の,教の世界を神話といったわけですね。 でそれをその中に出てくるエディーゼムにしてもです、ね、まあ、あの一人の、まあ、女性が出てくるんですけど、それはまああのキリスト教の方では悪魔と位置づけている、666の悪魔、最悪の悪魔、サタンとして位置づけている女性なんですよね。なぜ悪魔なのかといえば、キリスト教から見れば悪魔なんですよね。 しかしさっきの話に戻りますけれどもあー悪魔だと思ってザラストラに会ってみるとアザラストラの方がむしろ善人でそして自分をその駆り立ててこの何て言いますか王生を取り返してくれていった夜の女王の方が悪魔であることを知るわけですよね。 悪魔というか。そういう話なんです。ということをちょっと頭に入れておいていただいて、次の続くベートーベンの謎、そして、モーツァルトの謎をご覧いただきますと、より深く内容を理解していただいているものと思います。Thank you very much for watching and see you next time. Bye!Hello! This is Hiroshihayashi Hamamasei de Japan.、Uh, this is a story about the mystery of Saturn in Japanese: アクの謎。 ベートーベンの大工交響曲の謎、えー、今日一日、まあ、あのケラブそしてルシファーの謎について考えてみましたこれがケラブですねあの高々とっいいますか大工交響曲の中で歌われる神というのはこの,神,あの神の前に立つ人はこの,この人なんですねケラブこれはこの図は間違いありません体が鳥でそして、まあ、足も鳥,鳥ですねで手があると それがの特徴なんですね。で、ケラブ、まあ、これはあのキリスト教の見解ですよ。天使の旧階級の第2位ということは、まあ、2番目に地位が高いというわけですね。で、これはあのルシファーと言われている、あのこれはあのあバビロニアで見つかった。あの レリーフですけどもこれルシファーですねこれもルシファー。このルシファーというのはですねあの神と喧嘩して地上に落ちて、えー、地上に降りるか落ちてですね、悪魔となるわけです。サタンとなるわけです。最悪のサタンになるわけですね。でルシファーというのはもともとは、 想像主にすぐ地位であったんだけども、最も美しかったと。しかし、まあ、神の意志に逆らい、自ら悪魔となって、まあ、人々に恐れられるようになるわけですね。あのルシファーというと、あのやっぱりあの西洋の人は怖がりますね。で、これはルシファー、ーこれが地上へ落ちていくところなんですけども、このルシファーは誰かということなんですよね。 でまあ、これはあのキリスト教のイメージで作られたルシファーなんですよ。なぜあのキリスト教がですね、ルシファーをこれほどまでの悪人に仕立ててしまったかというのは理由があるわけですね。それはルシファーというのが、まあ、ミトラ教から出てるわけですね。わかりやすく言いますと。はっきり言えば、あの、単的に言えばね。まあ、ミトラ教というのはキリスト,リスト教にとっては、まあ、近すぎなゆえに敵であったわけであります。で、左がキャラブ、で、右がルシファーですね。で、これ、比べてみるとわかるように、 結局は、ケラブイコールルシファー。ルシファーイコールケラブということは皆さんお分かりですね。えー、で、これがあのもう一つの,あの像なんですけど、これは、アテにありますあ、サイレン・クラインですね。あの泣いてる、サイシレンとくうんですけどね。あのそして、この二つはよく似てる。そして、間にケラブがいる。この三者はよく似てるということはですね、ルシファーなんですね、この三人とも。 いわゆるケラブなんです分かりやすく言いますとこれが神々でありルシファーと言われている人はですね、えー、これであの バビロニアのルシ派と、それからアテネ。あのなアテネのシレーンという人はですねあの、名前はね、後で付けられますから、あ,のあまり、あ、当てになりませんよ。あのそれぞれあの発掘した学者たちが付けるわけでしょうね、おそらく。で、これは大学公共局なんですけども、大学公共局の中で、この続くビデオの中で詳しく解説しますけども、このケラブが出てくるわけです。でか、エリジウムも出てくるんですね。理想郷です。で、エリジウムの主というのは、誰かというんですけども、 アポロンだったかもしれませんし、あるいはここに出ているケラブだったかもしれない。というわけですね。で、ケラブは地点使ケラブは神の前に立つと。この神というのは誰かというと、ゼウスだったかもしれませんね。それはわかりません。まあ、これからしてお用調べていきます。で、ケラブは神の前に立つと。うん、デル、ケラブ、ステート、フォー、ガーって言うんですね。立つわけです。で、その後、ここにも気になることはね。 ダイネツァベルこのサーベルというのは魔力という意味なんですね。ビンデン・ビーデルと。魔力は再び力を合わせる。結び合わせられるという意味ですね。ビンデン、結ぶという意味ですね。で、これがシラーですけどもともと大工の詩はシラーの書いた詩なんですけども、このシラーというのも、あのまあシラーもですね、実はあのフリーメイソンだったんですね。で、そのことはあの、まあて言いますもともとこの歌詞はですね、フリーメイソンの まあ大会か何かのために書かれた歌詞であったわけです。で、そこに赤いところに書いておきました。シラーの自由の死はフリーメイソンの理念を死にしたものであり、ドレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれた。それをあのベートーベンがあー使ってですね、大学を作るわけです。その中に今言ったあ神の名前と、それからエルジウムという、まあ、あギリシャ神話の理想郷が出てくるわけです。で、まあこれに対して、 あのアポロンの顔とミトラの顔はそっくりだと、赤月さんという方から送っていただきました、この写真ですね。確かにこの写真はよく似ています。ですから、あのアポロンとミトラはです、ね、ドイツ人物であったと、まあ、ドイツ人物であったという可能性が非常に高くなったというわけですね。あのギリシャ彫刻というのはあのそういう 3D フォードグラフで神々を作ったものですから、でこれはですね、じゃあこの悪魔、666の悪魔ですね、はですね、あ これはあのケラブ、あるいはサタンなんですけども、ルシファーなんですよね。ですけど、ケラブとルシファーと同じと見ますとあー、話が厄介なことになってくるんですよね。大学の中で悪魔を称えたことになってしまうわけです。しかし、ケラブとルシファーはどうも同じであると。この三者を比べてみれば分かりますね。真ん中が悪魔あごめんなさいケラブで、右が悪魔で、えー、一番左があのシレーンですね。 となると、また最後にもう一つ、また疑問が出てくるんですけども、この G は5と表すと。それはいいわけですね。これフリーメイソンのシンボルマークです。で、真ん中に I、e、of Providence というまあ一つのメノがあると。そしてアメリカの,あの洞察にはこの I、e、of Providence が書き込んでやると。となると、これは少なくとも、同じ結論になりますけど、少なくとも大学で歌っている神というのは少なくともイエス・キリストではないと。旧約聖書の神でもないと。 同じギリシャ神話の神であるとそういうことになってくるわけですねそうしますと悪魔とは一体誰だったのかなぜそのキリスト教がですね、えー、ミトラ教を悪魔といってまあ排斥したのかという謎へとつながっていくわけでございますでは、Thank you very much for watching and See you next time. Bye. Hello. This is the Hiroshi Hayashi Hamama City Japan. Today is a very surprising、uh, video, I think.、Uh, That in in Japanese, 大ル公共トはキリスト教という悪魔参加ンバー・の作曲家であった大変ショッキングな、uh, 内容ですの作品は、えー、さんという方からですね投稿いた。だきました。 まあ大変この分野に詳しい方だと思,思いますがベートーベンの大工の中に歌われているケルプというのがルシファーであると確かにその通りなんですねそしてそのルシファーというのはで悪魔悪魔中の悪魔ですねあのはいアプロンの顔はミト,ラの顔ミトラスの顔と同じであるとまあそれについてもあの検証してみます えーまあ、これあの、エリジウムというのは、ね、あの出てきますけども、エリジウムというのはあの、まあ、理想郷のこというわけですけどもね、あのなぜベートーベン、もともとはシラーの詩によるものですけども、なぜエリジウムが出てくるかという問題もあるんですよね。で、最後にトルコ軍学で終わっていると、ちゃジゃん、ちゃちゃん、ジゃちゃん、ちゃちゃんってことですね。 あの大学はみたらすき参加ではないでしょうかというまあメールだったんですで。私、調べてみました。フロイデニッチ・ディストーン、トゥーンですかサン・デルト・レフトゥーンって最初にこれ、大学で歌われる部分ですね。これはあのベートーベンが付け足したところです。フロイデシャノリ・ゲットル・フォンケン、トータル・アース・エリゼム。ここ出てくるんですね。ベイベイ・トレーティング・フォーエントリケン・ヒム・リシポーレン・ハイディ・トゥムと。 まあこれはここでリズム出てくる。リズムとは何かというとですね、今言いましたようにギリシャ神話に出てくるエリュシオン、なあち、祝クサーク人々が死後に住む楽土理想郷ですね、ユートピアですよね。そのユートピアなってくる。ダイネシサーベル・ビンデン・ビデル・バスティ・モデ・シテゲ・タイト、アレン・メンション・ベル・ンボール・デン・フィギュアル・パこの一番最初のダイネシサーベル・ビンデン・ビデルってところが非常にあるしですね。それから I am Freud, the t o s i e まあ、役はこの通りだと思いますけども、えー、ここの部分問題ないですね。やーと、えー、まあ、これはそうだってわけですね。あの歌,あの歌がそして続いていくわけですね。そして、Freud, trinken, a l l e i m v e n t i o n aldenbrun, はは難しいですね。ドイツ語は、あれ、グーテン、あれ、ボ o ション、あ ということで、ここであの、ごめんなさい、ケルビムというのが出てくるわけです。ケルビムというのは、まああ、地点紙というふうに訳されていますけども、あステート、えー、フォンガルト。あケルビスが紙の前に立ったという意味ですね。ステート。 ケルビムというのは何かというとアシリアの有翼人人面献身のグループなんですけども、えー、これはあの4つの顔を持ってて後ろにって、まあ、こういうふうに書いてあるわけですこれは旧約聖書に出てくると旧約聖書そのものがねあのアシリア物語あ,あるいはあのゲルガメシジョージ氏からの引用まあそれを改変して作ったわけですよねそれも,もうどうしようもないですね事実ですからそしてまあこのケルビムというのはもうあちこち自由に移動ができたというまあ あのまあ、そういった、あのまあ、<laughs> この方あれに車輪があって、とこは上がって、自由にまあ空を行き来できたということなんですね。まあ、このあたりはあの、暁さんは UFO に乗ってたというふうに、まあ、私もそう解釈しますけども、でこれがあのルシファーなんですね、バビロニアに残っているルシファーの像なんですよね。で、有欲で体が鳥であり、そして、なんて言いますか、人間の顔で重心であると。 で確かにあのあのギリシャ彫刻にもあのルシファーが残ってますけども全く同じものは残ってるんですよ。で足がこう鳥の足,足してんですね。でそしてまあ先読んでいきますとこういうふうにまああの大工の中のまあシラーの詩ですけどもね続いていくわけです。でまあ在ュ運ゲンミリオネンと。 ザイトムシューゲン、ミリオネン、ディゼンクス、デルガンツェン・ベルんですね。それから、ここに星が出てくることも不思議なんですよね。というのは、星の神が見て,てくると、あのシュメールの方に行きますから、太陽神というとあの、ゾラスターからあのミトラの方へ流れていくわけです。アフラマズだからね。で、これが、まあ、あのルシファーなんですけども、あここにですね、ダイネスサーベルビ・ヴィンデン、 ビデル、バスティモデル、シェーゲツァイって出てくるわけですけども、あの何時が魔力はという意味が出てくるんですね。大,にも大きくしてみました。第ねチャーベル、ビンデン、ビデル。これがそのまま歌の中にも出てきますよね。何時が魔力は再び結び合わせられると。ザーベル、チャーベル、チャーベルって言うんですけどね。これはあの魔力って意味です。間違いなく。あの私、ドイツ語の詩で,、えー、で調べて確認のため調べてみました。 で大工についてはですね、まあ、あの初めはあの歓喜に寄せてということなんですけども、この次のところが気になるんですね。もともと大工のこのシラ,シラの詩ですけども、詩作品はですね、ここの赤字のところでいくと1715年のシラの自由の詩は、フリーメイソンの理念をあ詩にしたものであり、ドレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれたものであると。それをあのベートーベンが大変気に入って、それを自分の大工の中に取り入れ フリーメイソンが出てくるんですね、ここで。まあ、ベートーベン自身もフリーメイソンだったという説もありますので、あのー、それ自体を、まあまあまあ、もう一回あの簡単にあの太鼓の神々の形図をたどってみますと、左が太陽神右が星を神とする、えー、グループですね。 で例えばあのー、シュメルではディンギル、まあ、エホバですけども神、もともと星を言うんですね、ディンゲルっていうのは星を言うわけですから、星イコール神なんですね。で左の方が今、あのアフラマズダーから、ゾラスタ、ーサウスストラから、下がミトラ、それからミトラからー仏教までるんですけど、やがて仏教がミトラ教あの、いわゆる 魅力信仰をね、あのー、吸収するわけですねあのそしてそれがごちゃごちゃになった状態で日本に来るわけで,でキリスト教あモハンメドもこうしてつな、まあ、がっていくわけでありますこれはあのー、で右の方がまあ星々を神々とするあグループなんですけどもまあ,あのユダヤ枠クみの間の中にあるわけですけどもあーこのグループですね その間に、このいわゆる旧約聖書が生まれるってわけです。ですから旧約聖書の中に出てくる、まあ、あの儀式そのものですは全部あのミトラ教のコピーですよね。まあ、コピーというか、あのキリスト教がコピーするわけですけど、そしてあの先ほど言いましたように、えー、話のストーリーはですね、ギルガメシ・ジオージ氏、あるいはあのアシリア物語をもらうわけです。そしてできるわけですね、旧約聖書が。あのメソポタミンが滅んでから7八百800年経ってから旧約聖書ができるんですよ。そしてその間にこのミトラ教とキリスト教が、 激しい対立が生まれるわけであります。キリスト教が生まれてからね。というのはですね理由があるんですね。なぜキリスト教がですねミトラ教、あるいはゾラスタ教、悪魔と生き続けて、ローマ時代に徹底的に排斥したかということなんです。あの、誤解ないようにしてくださいね。キリストが排斥したわけじゃないですよ。キリスト教徒の人たちが、人間が排斥したわけですよ。で、ここに大変気になる、まあ、論文ですけど見、見つけました。で、これは私あの、最初に見つけた時には、まあ、これは、あの、 ある程度してた部分もありますけども、まあ、やはりこういったその研究がですねまあ、なされているということに驚きましたですね。まあ、日本人がするならわかるんですけどね、まあキリスト教国の国でこういう論文を発表することは大変勇気がいることだと私は思います。あの命がけですね、アンチクライストなんてあの以前あのレベラ,ラベルを貼られますとも死刑ですからね。あの 12月25日がとにかくあのキリストの誕生日、イエスキリストの誕生日でないことは、これはもう常識ですよね。もともと12月25日というのはミトラの誕生日だったんですね。それは当時ですから。で、そのことを書いてるわけですね。ミトラは12月25日に生まれたと。アナヒータから。これもあのゾロアスターの六神の人ですけどね、あの人は同じ名前の生物か,から生まれていると。それから、馬あのね、馬、ま、の餌,餌箱ですから、餌の中で、えー、羊,羊飼い めあの見守れて生まれたと。それで、あのミトラは、ミトラですよ、あの歩きながら説教していったと。それから12人のリサイプルズ、弟子を持っていたと。12人のコンパニオンですよね仲間、あるいは弟子を持っていたということを言ってるわけです。 そして彼はいくつかの,あの奇跡をしてみせたと。そして彼はサン・太陽・ミトラ、セクシャル・フィルム、セセブラ、ボール・ピー世界平和のために自分自身を太陽の偉大なおうとしてミトラは捧げたとありますね。ここの5番もについても後で調べてみました。その目標を申し上げていますが。で、彼はですね、ソーラーカート、太陽の乗り物に乗って天へと戻っていたと。 登っていって、そしてまたもっと to heaven、そして天国へ向いたと。いわゆる天地を自由に行き来したということですね。ミトラはまたか神の羊飼いとみなされていたと。私は道であり、信じてそして光であると説いたと。それから私はあの救世主でありね、そしてメシアであるというふうにミトラはみなされていたというわけですね。で、メシアという言葉そのものがミトラから生まれているんですよね。 まあ生まれてていいるるというかミトラ教から出てるんでんすね8番目、えー、ミトラはですね、いわゆるその万能主義者で、そして全てを聞き、全てを道す全てを知っていたと。で彼を騙すことできないとで。彼はライオンであり、また羊であると。そういうふうにみ、まあ、なされてたというわけですね。時にはライオンのように割り、そして優しい羊もなったという意味でしょうか。それはミトラ教の,あの話なんですよ。で彼はあのロードデイズですね。間違え 神の日をですね。あの定め、そしてさキリスト教が生まれる。何百年も前にも定めていたとで、彼の宗教はですね。あ、晩餐であるとすな 神々の夕食であると。それを非常に、まあ、重要していたということですよね。まあ、晩餐ですよね。で、12番目に彼は兵隊の額に印をつけていたと。で、ミトラはバプティズム、国家自由ですね。洗礼ですね。洗礼を強調していたということは、キリストが生まれるもう以前からですね、以前1世紀にはもう栄えてましたから、バプティズムを行っていたと。これがあのミトラごめん、あのザ,ザウスシトラですよね。あ これがキリストですよね。あのー、そうですね、あのー。反転してますけどね、図が。で、このミトラ教とあキリスト教を比べてみます。このまあ、先ほどのミ,ミトラですね。で、3人の先生術の予言により羊間が予言すると。先生術たちは捧げ物を持ってミトラの誕生を祝うと。ここにあるミトラ教は、キリスト教の福音書と同じなんですよね、あのー。内容は同じです。ほとんど同じですね。3人の人が来ると。生誕地は馬屋。 でからあの、まあ、キリスト教は基地下の洞窟。もともと生まれたのは洞窟だったもんですからね、その当時はあの。ですから、まあ、それはまあ不思議じゃないと思います、えー。それからさらに詳しく調べますと、12月25日がミトラ教の誕生日、いわゆる当時祭ですね、なったわけで、ね、で、キリスト教は12月25日のイエス・キリストが生まれたということが、これは、まあ、まあ、若、ま、干、あ、横取りしたわけですね。 そして比べてみますと、今度は奇跡を行うんですけども、ミトラの方にも同じ,同じというか、逆に同じの死者をよみがらせる、病気を治す、盲目者を治す、歩けないものを歩けるようにすると、まあ、ちょっと違ったといえば、キリストの方は溝を淡いに変えたという話ですね、弟子は十二星山で十二神、そしてキリスト教の方は十二使徒と、春分、ミトラの勝利日なんですね、これは、春分って春はあの太陽が戻ってきますから、もともと太陽信仰ですから、それを、まあ、復活祭にしたと、イースターにしたわけですね。 そして、ミトラは天井に帰る前日にオリンポスで祝宴をあげるわけです。オリンポスであげたんですよ、皆さん。ここが重要ですよ。ギリシャ、ギリシャのオリンポスですね。で、処刑前日にキリストの方は最後の晩餐をするわけです。ただし、この史実はありません。で、生体配慮についてはパインとワイン。パンとワインとで、イエスは自分のパンを与え肉だわ。私のワインを与えて、これにあ、あの、血だと言ったわけですね。で、地下や洞窟でやったってわけです。で、あの、これ面白いこと。 えー、それで、あのー、キリスト教の方もカンタコンペというのはあるわけです。空海も高野山の奥の家に持ってますね。それから先ほど言いましたように、洗礼、バプティズムですね、洗礼,洗礼しながら水につけると。 これもあのやっぱりミトラもキリスト教も同じです。で、最後の教えはミトラ光であり、道であり、私は復活すると言って言葉を残してしまな、あ、くなるわけですね。天へ帰るわけです。そしてキリスト教のキリストのイエスキリストの方も私は復活するという宣言してまあ処刑されるわけですね。 で、ミトラの日はあの光の天使軍に加わり、いわゆるハルマゲドンの時にね、ミトラはハグパに乗って現れると同じですね。ヨハネも黙示録と同じです。メシアっいうのはミトラ自身を言うわけですね。で、英語で、あの、 キリスト教にとってメシアというと、まあ、ミトラのことなんですけども、救世主と、まあ、変,あの変音して訳しているわけですね。安息日は日曜日。旧約聖書では土曜日だったんですけども、の後に日曜日に変更しました。で、故障をね、ファーダーというのは、まあ、これはあのミトラ教も、ミトラ教もキリスト教も同じです。で、父親はミトラにとってはアフラマズダーになるわけです。オンチチになるわけですね。キリスト教ではオンチチ。で、立場は太陽神であり、何てますか、私は光であるというふうにイエス・キリストは説くわけです。まあ、このように あの小波法から調べていきますからもし皆さんお疑いであれば自分でねミトラ教を調べられましたりまあ簡単にもうインターネットで調べられますから調べてあの確認なさることは非常に重要かと思います私も何度も他のところであの検証していましたそこでですね、まあ、あのミトラ教と新知学ウェブサイトにこう靴のように書いてありますこれは私で意見んじゃありませんあの下あの ミトラ教はあの1世紀から4世紀にかけてキリスト教と並ぶ救済宗教として非常に大きな力を持っていたと。ところがですね、まあ、不幸にして、まあ、非常によく似ているというか、キリスト教の方が、まあ、はっきり言えばあの全てをまあ、真似したというか、そういう形なわけで。だってあのミトラ教の方が早いわけですからね、もうゾラスタ、それからミトラというふうにつながっても、あのそのキリスト生まれる頃にはもうあのペルシャから、もちろん、あの イスラエル全体も全部含めて全盛期を誇ってたわけですからあの逆とてことはあり,えないありえないわけですよね。で、あまりにもこの似てるものですからあのキリスト教の側の信者たちはローマの国境になってからですよあの力を得てからもう今度はあのゾラスター教とミトラ教を徹底的に弾圧するわけであります。もう粉々に弾圧するんですねもう恐ろしいと言いますかその歴史もまた凄惨なものですね。 で初代のキリスト教会はミトラ教を激しく断絶したと、あまりにも両者に似ているため、あるキリスト教とはミトラ教を指して悪魔がキリスト教を模倣して作った宗教だという、まあ逆のことを言うほどだったということを、まあ、言ってるわけであります。あの、まあ全く逆のことなんですね。 えー、で、これがまあミトラ神であると。ミトラをミトラを悪魔と見立てて、そしてそのキリスト教徒たちはミトラ教、あるいはウトラスター教をまあこの流れに破壊するわけです。本当に破壊するんですね。もう姿、形がほとんどなくらいまあ今のもの,の,こあのほとんど残ってませんからね。もともと、じゃあアフラマズダ、これが右がアフラマズダですね。であの、えー、そしてヘリオスとまあ仲良く手をつないでます。ヘリオスはこれ超党人間じゃなかったかと思ってますよね。帽子の形から。 そこでもう一つエリズムというのを調べてみますと、このエリズムというのはギリシャ神が出てくるわけですよね。あのギリシャ神であ、いわゆる理想郷ですね。で、この中でいうシンフォニーはですね、えー、こうなりますと、あまさに、まあ、キリスト教徒側から見れば悪魔をたえた歌ということになるわけですよね。 でもなければ大空公共曲はミト,ライミトラ教をたたえた歌すな,わち少なすなわち少なくとも私たちがイエスと呼んでいる神をたたえた歌ではないということは確かですね。 でまあ、最後にまあ一つだけあの赤月さんがおっしゃっているアポロの顔はミトラスの顔と全く同じですというこの部分ちょっとあの気になりましたので真似、まあのために検証してみましたまあどの像のことをおっしゃっているのかこのメールだけでわかりませんでしたので、まあ、私が拾える範囲で拾っていますからアポロのギリシャ彫刻ですねまあ最も有名なものを選んでみましたまあこれ見てくださるときにやっぱり体もあの見ていただきたいと思うんですけどもねで今 アポロの顔が出てきますが、ギリシャ彫刻のアポロの顔ですよあの。いわゆるギリシャ人たちがどういうふうに今描いていたかということなんですけども、これがあのミトラのもうミトラ像もです、ね、あの顔、何体もあるんですけどね、本当にわずかに時間差を変えて 3D 写真化したという、まあ、まさにデータベースを取ってプログラム加工したという感じの像なんですけどね。 これもあのギリシャ彫刻のインチキのま一つの例なんですけどもねあの明らかに 3D 加工機で作ってますねでこれがあのアポロの顔とこれがあのミトラの顔なんですけどもまあ、似てるといえば似てない似てないと言えば似てるって感じですけどもね、まああの 厚賀、はいまああのー、さんがどの部分をおっしゃったかは分かりません、で最後にもう一つ気になっているのは、まあ、先,先ほど申し上げましたように、もともとシラーのこの曲はですねドレスデンのフリーメイソンの儀式のために書かれたということなんです、そうしますと、そのフリーメイソンはこれを許容したということは、ですね、あのー、イエス・キリストをたたえた、歌でてないことはこれ確かなんですね。 で旧約聖書の中の神でもないわけですよね。あくまでもギリシャ神話、さらに言えば、ミトラ教の、まあ、神々を称えた歌であるということになってきますと、フリーメイソンの性格といいますか、まあ、何だったのかという、また謎も湧いてくるわけであります。ということで、まあ、今日はショッキングなタイトルをつけましたけども、まああの、あとは皆さんご自身で吟味してください。また私の方でも、えー、いろんな角度から検証してみます。Thank you very much for watching and see you next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about Mozart, the greatest artist of the world. And he's also under a great mystery of history, uh, along with uh, Ludwig uh, van Beethoven. In Japanese, Mozart is a very small and mystery. Today 東京在住のタカさんよりこのようなメールをいただきました。モーツァルトはフリーメイソンだったそうですね。これは間違いありません。モーツァルトはフリーメイソンでした。そしてモーツァルトの魔キの中に出てくるザラ,ストラザラストロというのはですね、いわゆるザラス・シュトラというわけです。ザラス・シュトラというのは誰かというと、まあ、何度もあの説明してきましたように、ザラスター教の まあ、階層教祖なんですねでザラス・シトラがキロザラスター教を開きそしてそれが、まあ、ミトラ教へとつながりギリシャ神話へとつながっていくわけでありますその過程で、えー、仏教が生まれキリスト教が生まれ続いてしばらくおいてイスラム教が生まれるわけでありますその原点にいるのがザラス・シトラということになりますでモーツァルトは その何て言いますかフリーメイソンの精神を織り込んで「魔キという交響、まあ、曲を作るわけであこれはあのごめんなさいあのオペラを作るわけですね。でそのオペラの中には、えー、フリーメイソンの精神が織り込まれてるんですけどもモーツァルトの旧詩はフリーメイソンの競技を漏らしたためフリーメイソンのメンバーが暗殺したという説があるほどである。 まあこれは現在否定されているということなんですね。で、オペラマテキというのはどんな曲であったか、あオペラであったかというとですね、まあ,あ,のあ、あの、オペラの中ではザラストロ、ザラストロというふうに書いたんですかね。ごめ,んあのごめんなさい。ザラストロというふうに、まあ、あのウィキペダルの本で書いてありますけども、ザラストラのことです。 ということでオペラが何て言いますか驚きと言いますかあの先日らびましたあのベートーベンの大工もですね、えー、その中に少なくともキリストという神でもない旧約聖書の神でもないギリシャ神話に出てくる神々をたたえるさらにはその,向こ,うの向こうにいるミトラをたたえる合唱曲であったと合唱付き交響曲であったということが わかったわけでありますとなるとあの時代のあの音楽というのはですねまさに底なしの音楽となってなっていくわけであります。どうかマテキをお聴きください。 ビデオの中ではベートーベンの大工の謎に迫ってみます。大工というのはまさにフリーメイソンをたたいたガッ付き公共曲であったわけです。Thank you very much for watching and see you next time. Bye.Hello, this is Hiroshihayashi, Hammam City, Japan, January 24th, 2014.Where did human come from and where do humans go to?This is a story about it for today in Japanese. 人間はどこから来たのかどこへ行くのか誰が人間を猿から人間に変えたのかギリシャ神話によればそれはプロメテウスということになっています。 まあ、ウィキペディアの説明によればですね先見の目を持つ熟慮するものというのがプロメテウスの意味なんですけどもこのゼウスの反対を意識って天界の火を人間に与えたのがプロメテウスということになりますパンドラの箱パンドーラって言いますけどもその話もこのプロメテウスに関して生まれたものです人間は火を使うことによって大きな やかりを果たしているけれどもしかし一つ間違えばそれは人類を滅亡へと導くという意味なんですね。だから皆さんはこれについてただの神話であるとあるいは私がそういうことに対してねこういうふうに言うことに対して林は頭おかしいんじゃないかと思うかもしれません。しかしこの考えは私の考えではありません。すでににある人たちにとっては それは常識となっていましたこの映画の制作者はそれを知っていたと思われます。プロメテウスという映画なんですね。要するにプロメテウスが人間にですね火の使い方を教えたあるいはそれに そうしたものを使う知恵を与えてしまったそしていつか人間はですね神々あるいはエイリアンを知っていたわけですこのままではいつか人間は原子力あるいは核兵器を手にするだろうってしかしそれはある意味で猿がピストルを持つようなもんなんですねそこでプロメテウスはですね 私たちはあなたたちを見てますよという意味で I a providence。摂理の目というのを用意したわけであります。ずっと監視していますよという意味なんですね。でそれがまたフリーメイソンのシンボルマークにもなっているわけです。I a providence。すなわち摂、えー、理の目まあ神の目ということになるわけですけども、ここでいう神というのは まあこれはあのキリスト教側が描いた絵でありますけれども、ジーザス・クライスの上に、アイア・プロビランスがあります。しかし、こんなことはありえません。というのもですね、もう一度、神の経図といいますか、流れを見てください。アフラマザーです。太陽の神です。神の中の神ですね。で、それから、ゾラスター教、ザウスストラが生まれました。そして、ミトラ教へと進んでいくわけですね。 ザウストラのことをツアウストラとも言います。そしてイエス・キリストが、いわゆるキリスト教がこの間から生まれたわけであります。そしてミトラ教の神,神々の世界、あるいはゾロアスター教の神々の世界を表したのがギリシャ神話の世界ということになります。ところがですね、キリスト教というのはですね、ミトラ教の完璧なコピーなんですね。この部分にそれが書いてあります。ナーチ・まあ、ミトラは 誕生日は12月25日であるとか12人の弟子がいたとか、えー、ミトラはですね奇跡を行ったとかということが書いてあるわけです。で天,天へ登ったり降りたりしていたで、えー、ミトラは万能であったとかそしてミトラは神の日を定めたあるいは,洗礼,もは洗礼を始めたのもやはりミトラですねミトラ教です。そこで ミトラ教とキリストト教教をもう一度比べていますミトラ教は3人の先生樹師の予言により羊飼いが見守る中で生まれたわけですね。福音書の記述と全く同じですね。で、馬屋である。女で共に少女で生まれている。それから奇跡もやってますね。し野読めがあらせす病気を治す。ももくし野を治す。歩けないものは歩けるようにする。これも共通してますね。自重に正座、重に心。 で、春分、ミトラのたん勝利日がーイースターになったわけですね。そしてミトラは天井に帰る日に、天に帰る日にオリンポスで仕組みを上げます。初見前日に最後の晩餐をする。晩餐っていうのは非常に重要な意味だった。もう思っていたわけですね、ミトラ教では。で、パントワイン。で、洞窟や地下。キリスト教も原始、キリスト教のはあの地下であ儀式を行ってたんですよ。それから信者に水を浸す。これバプタイズですね。同じです。 でミトラは控えであり道である私は復活するという言葉を残したいキリスト教も同じですそして最終戦争の時にミトラは白馬に乗って現れるとこれもヨハネの目次録と同じですでメシアというのはミトラ自身を言うわけですで安息日は日曜日旧約聖書では土曜日だったんですけども後に日曜日になりましたで神父を父と呼ぶそしてアフラマズダ創造主いわゆる神の神は誰かというと アフラマザーなんですね。ところが、キリスト教の父は分かってないんです。誰もイエス・キリストの父を知りません。なぜならば彼は父を持っていませんでした。で、これがですね、あの、まあ、ミトラ教と、まあ、ゾラスター教をですね、キリスト教が悪魔と位置づける理由でもあるわけです。あまりにも似てるわけですね。ところが、まあ、ご存知のように、キリスト教はその後に生まれてますからね。 でもすでにミトラ教はですね、あのゾラスタ教は10世紀元10世紀頃からもすでに始まり、紀元1世紀にはもう、えー、ペルシア一体を、勢力を持っておりました。で、それを真似して、まあ、どう真似したかは、コピーしたかは、今皆さんにお見せしましたけども、キリスト教が生まれるわけですね。そこであまりにも似ているものですから、えーキ、イエス・キリストにあたる 救済者すなわちシメシアはミトラ教そのものだったということなんですよね。メシアというのは。で、このウェブサイトが言うには、あまりにも謹慎像ということもあるが、謹慎像近かったためにですね、むしろキリスト教はですね、ミトラ教を悪魔と位置づけ、悪魔がキリスト教を模倣して作った宗教だとまで逆にね、主張するようになってしまったということなんです。まあ、それともかくとしまして、 その精神いわゆるアフラマズダーからゾラスターそれからミトラそれがギリシャ神話の精神というのは実はフリーメイソンが受け継ぐわけですねそれ以外にフリーメイソンというのはキリスト教に拒否されるわけです排斥されるわけですキリスト教とフリーメイソンの関係についてもウィキペディは説明しています、えー、クリスチャンの宗派はメイソンに対し公私性で信者たちに会員になることを禁止したり反対したりしてきたと でカトリック教会によるメイ,ンメイソン批判がなされてきた。これはもうずっとそうなんですね。フリーメイソンには入るな。あいつらは悪魔だ。という考え方、を教えをしてきたわけですね。しかし、なぜそのカトリックロー、キリスト教が、まあ、メあのフリーメイソンをたったかという理由はもう先に述べました。そして、特にフリーメイソンに入会する者から必然的に波紋になると明白に歌っていると。 また、教会法によれば、メイソン的と思われる書籍が禁止されています。まあ、このようになぜ、まあ、あのキリスト教側がフリーメイソン側に攻撃しているかということがわかるわけです。これで分かっていただけると思います。さあ、この目が誰の目であるかもう皆さんお分かりですね。これはキリストの目ではありません。キリストが言う神の目でもありません。これはプロメテウスの目ですと。 あ赤月さんはそのように教えていただくださいました。先見の目を表すのは。な、まあち、プロメっていうのは前を見るというんです。メテウスは予言、まあ、知るという意味ですね。ですから、前もって知る。それを、まあ、端的に表したのが、まあ、映画、プロメテウスであったわけです。これは私の考えというよりもですね、でにそれを知っていた人がいて、そしてこうした映画を作ったということなんですね、まあ。しかし私はですね、ここで何もキリスト教が間違っているとか、ミトラ教が正しいとか、そんなことを言っているつもりはありません。 大切なことはですね私たちがこうした事実を知りそして一緒に平和に暮らすことだということなんですねそれはモーツァルトのマテキの中で説明いたしました私たちはこれ以上国家同士あるいは宗教で宗教観でですね戦争すべきではないそして彼らが言う神々が言うあるいはエイリアンが言うファイアをですね今すぐアバンダンスまあ、放棄しなければなりませんそれが唯一人間が生き残る道だと私は考えます しかしこのことはこのことも私の考えではありませんすでに50年前に知っていた人がいましたそれがこの映画です